族は中国の少数民族の一つ。人口はおおよそ250万人程度で貴州省、厚生相続自治区、湖南省の比較的環境の良い,い山間部から過国、平野部にかけて居住し、特に貴州省には、族全人口の過半数の140万人近い、族が住んでいて、近年は観光地としても注目されている。族は、大河大五族カム、大護派に属する五和社であるが、 語を表記するための独自の文字を持たず、このテキストは、漢語のものか、漢字の音訓を語に当てはめた、万葉加盟方式のもの、近年作られた音表記によるものの数種類がある。主要な産業は、水田工作を中心に、雑穀やトウモロコシを作る農業や林業であるが、灯油や茶油の生産、生薬の栽培なども行う、俗独自の建築である空楼は、釘を使わずに、 杉材で立て、集会場や祭りの場として使われる。奇襲小剣東南の霊平剣の長橋は、村内に5つの古老があるので有名で、族を代表する村となった。川の上に木造の屋根付き橋を架ける風橋も族の村に、多く、厚生相続自治区の三高屯族自治県にあるほど、陽日久し積み橋は、現在世界遺産に登録申請中である。 民族音楽や民族衣装は海外での評価も高く観光客向けの土産物として刺繍などの民芸品を制作・販売したり若い世代の族には民族音楽の奏者などとして生計を立てる者も,も少なくない三重ほど皮膚狂気臭症の族の村に立つ古老伝統的な族家庭は木造高床式の住居に親子数世代で同居する場合が多く 兄弟のうち年長の者は成人後は親から独立して暮らすことが多い。結婚年齢は早く10代後半、経老精神が強い一方で、子供は貴重な労働力として歓迎する傾向にあり、人口調整のため2人以上出産した場合、政府から課税されるのにもかかわらず2人以上の子供を欲しがる家庭が多い。青年期の男女は男女それぞれで一つの集団を作り共同作業に、 勤しむことが多い。基本的に加名は、不敬で継承するため、どちらかといえば男児が好まれる傾向にある。ただし、遺産の相続は、父からは息子へ不敬で、母からは娘へ母系で代々相続させる。族は、アニミズム的宗教観を持っており、山川石木などあらゆるものに神が住むと考える。奇州省の南部地区では、殺祭という女神の祠が、村ごとにあり、 旧正月の春節の頃に祀られる。長教では男性、陽光では女性が祭祀を司る。石を敷き詰めた祭壇の上に傘が立てられ、お茶が備えられる。古老の周囲では女性たちが円人を組んで、勇敢な女性が戦い続けて、最後は壮絶な最期を遂げて、女神に祀られた経緯を女子史のようにして歌う。踊りと一体化した、見事な集団歌謡である。 歌の種類は豊富で毎晩のように老女が娘たちに伝えていた。この歌は現在では、俗王歌と呼ばれ、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。衣の近くでは、義も披露される。俗は文字を持たない民族であるため、記録はほぼすべて口頭で伝えられている。慣れ寿司を作り食べる伝統を持つ。鈴木正隆、少数民族の伝統文化の変容と創造。 中国奇襲症と属の場合、現代宗教2011秋田書店2011年、258から282ページ、後藤一志公式ホームページ、後藤一志のアトリエ、ありがとうございます。